生産性という用語は言語学において次の二つの意味で使われる。この項では主に文法項目の生産性について扱う。生産性の研究は主として形態論の分野でなされてきたが、統合論にも当てはまると考える学者もいる。生産性を決定する重要な要因の一つがタイプ頻度であることについては同意が得られている。例えば、日本語の 温かさ、厚さ、冷たさ、薄さなどを構成する、さという形態素、構文は、あらゆる形容詞に適用可能であり、生産性が高い。一方で、温かみや厚みなどの、みが適用できるのは一部の形容詞に限られており、生産性が低い。この場合、あるコーパスに現れる、さという語のタイプは、みのタイプに比べていろいろな種類があると予想される。生産性は、 歴史的に大きく変化する場合がある。例えば、上代日本語では述語を名詞化する方法として、句語法がほぼすべての述語に適用可能であったが、句語法は、その後生産性を失い、思惑、おい楽などの名詞、おそらく、願わくは、などの副詞として、痕跡的に残るのみとなった。連帯型をそのまま名詞的に用いる方法もあったが、現代では、スタレ、こと、 のを接続する方法が普通となっている。逆に、明治以降に音訳として作られた、または、様々な場合に適用されて、形容同士の重要な構成方法となった。ありがとうございます。